リサールメモリアルスタジアムはフィリピンの首都マニラのリサールメモリアルスポーツコンプレックス内にある多目的スタジアムでありフィリピンの国立競技場である1934年に建設されたフィリピン独立の英雄ホセリサールの名を冠してリサールメモリアルスタジアムと名付けられた主にサッカーの試合に用いられるサッカーの国内リーグである ユナイテッドフットボールリーグにおいて利用されているほか、サッカーフィリピン代表がホームスタジアムとして使用している。収容人数は3万人。1954年には1954年、アジア競技大会のメイン会場として使用された。1966、1970年には AFC ユース選手権の会場として、1973、1993、 2003年にはアジア陸上競技選手権大会のメイン会場として1981、1991、2005年には東南アジア競技大会のメイン会場として使用された。2011年 2014FIFA ワールドカップアジア予選に向け改修工事を行った結果12,873人まで一席で観戦することが可能になった。現在、 座席数を1万3000から2万3000に増築するための改修工事を検討中である。ありがとうございます。